南部春継は、道の区国の戦国大名。南部氏二十五代当主。元気元年、二十四代当主。南部春政の着難として誕生。父、春政は、実子の誕生を諦めて、叔父石川隆信の長男、南部信長を養子に迎えていたが、春継が生まれると、次第に、信長を疎むようになり、天正四年には信長を拝着して、 春次ぐを生死にした。天正五年、北信愛を、江ぼし親として元服した。なお、家徳相続の時期に関しては、天正元年、天正五年、天正十年の三説があるが、信直と春政の養子関係が、白紙になったのは天正四年である。そのため、天正五年説か、天正十年説の二つに絞られるが、未だ幼少であることを考えると、 天正十年の父、春政の病死後に家督を継いだものと思われる。天正十年、わずか十三歳で放送を病んで死んだ。父の葬儀を終わらせて三古城に帰城する途上で、野院に乗じた暴漢に襲われて、一命を落としたとも言われる。この暴漢は、家督を狙っていた南部信長が指揮していたものとも、久野部正美が指揮していたものとも言われ、 いずれも暗殺の可能性が高い。またい説では、父の春政ともども、南部信長の反乱によって殺されたと言われる。ABCDFG e 安倍武史、西村慶子編、戦国人名辞典新人物往来者、1990年9月、591ページ。ISBN4 から404017529。菅野文夫。 戦国記ぬかのぶの一断面、細い経編、東北史を読み直す吉川博文館、2006年、167ページ。ありがとうございます。